皆さんこんにちは、なかなかチャンネルの竹内です。今日はおすすめキャンプグッズトップ10をやっていきたいと思います。トップ10なの？あ、違う、トップ5 をやっていきたいと思います。はい、じゃあまず5番目はちょっと書く。第5位ね。第5位。これ時間かかるな。はい、5位はグッズキャンプの LED ランタンです。あ、ここにあるんですけど、これのいいところはね、おしゃれなんで、ね、そういうところが好きだから5位に選びました。はい、じゃあ次4位。はい、4位はアーストリッパーです。アーストリッパーでしょ、こういう感じでテントなんだけどね、カズさんの2人キャンプでも使ってたりして、結構これを使ってキャンプに2回ぐらい行ってるから、結構いいテントで、色がね、やっぱりこの中もちょっと青とかあったりして、なんかおしゃれな色が、ま、さっきと一緒なのにね、おしゃれな色が混ざったりしてるから、やっぱりそういうところがいいかなって思います。はい、次は3位ですね。うわ、はい、3位はセットハンマーです。はい、セットハンマーだね。これね、すぐなんかペグ打ちとか巻き割りとかもすぐ終わって楽ちんだし、重いけどなんかやりやすいみたいな感じ、なんか丈夫で、実は軽用のやつに売ってたやつで、軽用のやつにセットハンマーって僕はありえないって思うんですよね。なんか黄色ペグってなんかさ、冷蔵庫とかそういう系売ってる感じがあるけど、セットハンマーが売ってるのはちょっとびっくりですね。はい、いいところはすぐ楽ちんね、ペグとかもできるからです。はい、次2位です。2位はかまぼこテープです。はい、これ運べるかな。はい、これかまぼこテントはね、あれ、うち5人家族なんだけど、中は4人しか入れないんだけど、外側も広いからコットで寝たりもできるからいいしね。広いからいい。うん、広い。かまざし引いた時だ、何の時だっけな、キャンプ。あ、潮騒行った時。あ、そう、潮騒キャンプ家でかまざしてるって、うん、まあ、かまぼこテントもとかまざしてみたいな感じです。かまざしきが2位みたいになってますけど、でもいい。いいですか。はい、もう1位だけ大きく書く。近く書きすぎて入らないかも。はい、1位はインフレーターマットです。1階なんで、1位でインフレーターマットって。はい、インフレーターマットはね、アーストリッパーもかまぼこテント、テントとかにシンデレラフィットするんで、あとふかふかなんで、あのちょっと畳んだりは難しいけど、空気とか入れたらすごいふかふかで気持ちいいから、はい、インフレーターワットが1位でした。パチ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 。次はエマちゃんです。はい、じゃあまた後でお会いしましょう。じゃあね。次はエマの
ベスト5を紹介していきます。まず第5位、第5位はじゃん、ユニフレームのフィールドラックです。はい、フィールドラックですね。この入れ物の、まあ偽物のフィールドラックの入れ物なんですけど、シャーテン板付きの、これ4枚あるからすごい重いんですけど、1枚だったらそんなに重くない。竹火台の周りとかに置いたり、熱いもの置いたりできるから便利だと思います。あとこの天板が好きです。木が好き。はい、では4位に行ってみましょう。第4位はダン、ロゴスの丸洗いシュランバーシュラフマイナス2です。この寝袋です。どん、エマがいつも可愛い可愛いって言ってるやつで、これチェック柄がすごい可愛いって好きです。でそのど真ん中にあるこのロゴスのマークと、あと中の色とか茶色ですごいおしゃれだなと思ったので用意にしました。では次いきましょう。で第3位はファイヤーグリルです。キャンプ臭すごいですけど、はい、そんなすごいこだわって理由はないんですけど、組み立てるの簡単だし、焚き火台だけどステーキ焼いたりもできるのですごいいいと思います。私はね、カントリーマームを焼いて食べるやつが本当に美味しかったです。詳しくは2回目の昭和の森デイキャンプの動画をご覧ください。では次、はい、第2位はあ、もう負けじたできないんですよ。はい、くさびです。くさび何がいいかというと、あの斧とかナタとかみたいに危なくないから、 あとそのさっきタケルもやってたけど、窃盗ハンマーでポン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 巻き終われるからすごい好きです。あの気持ちいいんですよね。私たちは初心者なのでくさびです。でくさびさ初めてできた時めっちゃ嬉しかった。1回目で全然できなかった、うん、あれさ、ペグハンマーだったからだよね。カズさんの動画見て知ったことに、窃盗ハンマーならいけるって。はい、では次第1位いきましょう。はい、第1位はかまぼこテントです。スペルは第2位です。1位にしました。まず大きくて、あと雨でも全室がとても広いのでテントだけで過ごせるっていうのと、入り口のところを跳ね上げてタープみたいにできるところもいいと思います。あと色も好きです。これあの旗のライトあるじゃないですか、あれとも色が合うのでいいと思います。以上、今のおすすめキャンプ道具5選でした。バイバイ、また見てね。はい、はい、おまけ。おまけなんですけど、はい、これポケモンの折りたたみシェラップアップですね。シェラップ シェラパップシェラカップですね。はい、折りたたみを持ってなくて、なんかそれで CM でこれがなんかやってて、ルキャリオも乗ってて、モンスターボールもあって、ポケモンって感じがあります。そりゃそうだと思う。まあそりゃそうだ、雑誌も出せない。はい、こちらスマートのブログですね。セブンネットショッピング&セブンイレブンの特別付録ポケットモンスターモンスターボール&ルカリオシェラカップ、容量は約 400ml 入ります。はいはい、なんて書いてある？ポケットモンスタールカリオタイプファイトスチール。面
には、この白カップで作れる料理がいろいろ、レシピがいろいろ書いてあって、あとは結構ポケモンの雑誌ですね。で、例えばデミキーマカレーとか、濃厚ソースのチーズフォンデュとか、美味しそうなやついっぱいあります。あとはなんかキャンプ道具のちょっと紹介とかもありますね。そんな感じの雑誌ですね。あとね、折りたたみ方がここのところをまず後ろにスライドさせてからやった方がやりやすいです。ここを潰すみたいな感じにして動かしていくみたいな。そしたら折りたたみ完成ですね。皆さん買ってみてください。でこれからその白カップで食べるんですか。はい、そうですね。じゃあせんろーということで、これ買ってみてください。バイバイ、また会えてね。